お世話になります。一人でございます。ポケットモンスター XY では、序盤あたりでパルファム宮殿に行き、門番に入場料を1000円払うことで中に入れてもらいますよね。この段階では、よほどのことがない限りはみんな1000円を持っているわけで、支払えないなんてことはまずないわけです。では、この時に1000円を持っていなかったらどうなるのでしょうか？お金がないので門前払いされてしまうのでしょうか？それとも特別なセリフがあり、お金を払わずとも通過できてしまうのでしょうか？気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はパルファム宮殿で入場料1000円が払えなかったらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、ということでストーリーちゃんと進めておきまして、このパルファム宮殿のこの前のとこまでね来ました。まずね、一応知らない方のために通常の場合どうなるかってのもね、一応ねチェックしときたいなと思います。行きましょう。レッツゴー。はい、ここでおじちゃんみたいのがいて、おじちゃんだよね。おじちゃんだよね、ちゃんと。それピコンってなって、それでなんか女の子来て、妖怪ウォッチの人ね。お二方入場料1000円をいただきますということで、一人1000円ちゃんと取るみたいな感じでね。嘘でしょ、お金取るのってちゃんと言ってますね。それおかしいですよね。こんな子供たちに1000円も払わせるなんて。ご主人様ですね、お金はいくらあっても困らないという考え方の持ち主でして。ほんとお金持ち、困るな、こういうお金持ちは。もうこうしてお金持ちはどんどんお金持ちになるのね。すっごいね、お金持ち嫌いなんだ、ゲームフリーク。はい、入場料1000円。てか、ゲームフリークがお金持ちだけどね、はっきり言えばね。いただいたお金は、宮殿の修復などに使わせていただきます。すごいリアルな話だけど、多分ね。そんな話あったっけ、覚えてない。ちゃんと今払いましたよね。キーンってなって。1000円払って、それで入場していくわけですね。あの、ちっちゃい女の子にも払わせて。本当にひどい。多分この子たち、小学生設定でしょうから、その人たちに、1000円も払わせるなんてね、相当な痛手ですよね。普通だったら遠い親戚からもらうお年玉ぐらいのお金を払わなきゃいけないわけですからね、きついですよね。まあ、とりあえずこうなるわけです。はい、これで普通の場合分かったかと思いますので、お金ないバージョンやってみましょうか。あ、いや、変なとこ来ちゃった。よし、行くか。あ、ただ回復しただけで出ちゃった。回復なんかそもそもいらねえのに。はい、じゃあここで、フレンドリーショップでね、お金使っていきたいなと思います。散財していきましょう。6364円だからそんな多くはないんだけど、まあ、適当にこれでも買っておきますか。どうせなら無一文気味に一番減らしておきましょう。はい、これで64円までね、減らしておけばいいんじゃないですか。はい、こっからね、重要な検証ですよ。いけますよ。どんな顔されるのか、どんな話があるのか、どんなセリフがあるのか。はい、来ましたよ。どうなる、どうなる、どうなるか、ここで。お二方、入場料1000円をいただきそう。ここ一緒ですね。ちゃんと。嘘でしょ、お金取るの？ご主人様ですね。お金はいくらあっても困らないという考え方の持ち主でして。あ、これ一緒ですね。完全に。はい。入場料1000円。こいつが払ってくれるのかな？もしかして。なんと1000円お持ちではないのですか？ちゃんとありますね。では仕方ありません。こっそりさりげなく、それで言って堂々とお通りくださいませ。わ、マジか。ちゃんとあるんだ。これ女の子には払わせるっていうね。畜生だろ、このおじさん。マジ？女の子を払ってくれんじゃないんだ、その分。立て替えたりしてくれてもいいけどね。そこはお金の貸し借りはいけないよ、みたいなのあるのかな。マジか。でもこっそり通っちゃっていいってさ。でも堂々と通れって。まあ確かに言ってることはなんか合ってるような気がするけど、お金持ちはお金を取るみたいなさ、それできっちりしてるみたいな感じだけど、実際はガバガバじゃん、本当に。いや、マジあの女の子自分だけ1000円払うみたいな感じの時、どういう気持ちだったんだろうな。ということで検証結果、パルファム宮殿で入場料1000円が払えなかったら、そのまま通れて女の子だけ1000円払うことになる。でした。いや、この1000円が浮くってマジででかくないですか？だって1000円ありゃ、ディアパルハム、たらふく食えんぞ。